シッテアマえは、エストニアのイダビル県に属する工業都市。エストニア北部のフィンランド湾沿いに位置しており、エストニアとロシアの国境に近い。フェリーで、フィンランドのことかと結ばれている。人口は16,567人。シラマエの視聴者発電所1502年、リボニア体験騎士団が来訪した地域として、資料上に、シラマエについての記載が見られる。19世紀には、 サンクトペテルブルクの知識人たちに夏の保養地として知られており、イワン・パブロフやピョートル・チャイコフスキーもこの地で休養した。第一次世界大戦後にエストニアが独立した後もこの地域は観光地として人気があり、600から700人程度の人口の町におよそ1500人程度の観光客が訪れた。家々のうち8割程度は別荘であった。 1928年より工業化が図られ、1936年には輸出のための港が建てられた。第二次世界大戦中、ソビエト連邦の軍事侵攻によって、シッテマ前はソ連の支配下に入った。冷戦に突入してからソビエト連邦の崩壊までの間、シッテマ前は閉鎖都市とされており、その情報は乏しい。その理由として、 この地で原子力産業が育成されたことと核兵器の生産などが行われていたことを指摘する見方もある。ウランが採掘され、冷戦期には他の東欧諸国にも供給されていた。1950年には町の人口は1万人程度で、1957年より都市としての地位が認められた。1998年よりバルト海沿岸都市連合に加わった。 人工民族構成、JK シッティアマエカレフが、シラマえを本拠地とするサッカークラブ。エストニア代表歴のあるアンドレイ・シドレンコフが2001年に在籍していた。ありがとうございます。